治った、よかった。声治った、あ、よかったよかった、ごめんね。そしてタワーが増えてるって来てるんですけど、誰だろうね。私にはさ、さっきからさ1個しか表示されてないんだけどさ、みんなちょっと優しい人教えてください。あ、そういうことか、一回入り直したからか、一回入り直したからタワーが1個増えたんだそういうことね。ちょっと耳かけないで見るけど、どう？耳かけた方がいい？本当に顔が可愛い、嬉しい、ありがとう。もうそうやってさ、否定しないでいてくれる人大好き肌白くなりましたか？だって、え、嬉しい。今最近毎日ね頑張ってビタミン飲んでるんですよ。そう、ちょっと夏焼けちゃったからさ、戻さなきゃと思ってさ、ね、かけた方が好きだよね。私もかける、両耳出てた方がいいってよく言われるから。そうだから毎日今ビタミン頑張って飲んでるんですよ。酸っぱいの、本当に本当に酸っぱくて酸っぱくてさフ黒髪ロング美人さんめちゃくちゃタイプ、嬉しい。なんかさ、黒髪茶髪とかさ、ロングショート、ボブ、ミディアムとかさ、なんか一人一人の好みのさ女の子になりたいけどさ、私っていう人間はさ一人しかいないからさ、100人いたら100人のさ好みのね女の子になれるねわけじゃないのね。だからさ、髪型がさ、例えば好みの髪型じゃなくても違うところでさ好きになってもらえるように頑張るね。顔とかさ顔とかパフォーマンスとか人柄とかさ、服装とか。大丈夫、タイプ長友だから嬉しい。おかえり。香水はこだわりないけど、でもいろんな香水を持ってて、そうそれもいろんなのをつけるのが好きなんですけど、ランバンってとこのが好きです。今が一番可愛いってなるタイプのちょろた嬉しい。ポニーテール、ポニーテールね、またどっかのタイミングでしたいな。ポニーテールはよくするね、あのオンラインの時によくします。エイミンずっと気になってたから嬉しい、握手待ってます。ガチ恋になっちゃってすいません大丈夫ですよ。ツインテールね、ツインテールもこの前そう一瞬だけしたんですよ、本当に一瞬だけ。あ、ビバースの名前の件大丈夫です。あ、そう、あれさ、なんていうの、なんて説明したらいいか分かんないんだけど、多分あのね、私が送った2つをどっちも変えてれば多分確実だと思う。そう、その2個を変えてれば多分確実だと思う。ハーフアップね、ハーフアップは安定だよね。私は丸顔ショートが好きだけど、あゆみちゃんの笑顔が好き。え、嬉しい。大丈夫、私かけ離れてそうじゃないなのに好きになってくれたの。
エイミ教えてくれてありがとう。いいえ全然。エイミはガチ恋 OK 派なんですか。え、その私さ、ガチ恋っていうのがさどういうのかさいまいち理解できてないんですけど、でもどんな何恋も OK です。全部 OK、 オール OK。 ウィバースね、そうウィバースはあの画像は見えてないけど名前は見えてます。本気でエミと付き合いたいと思ってる人のことで、あ、そうなんだ。オッケーですよ。たまになんかコメントとかで来ますたまにね。ニックネームのとこは見えてる感じかな。え、なんかね、うーん、そのみんなが言うニックネームがどれかちょっとわかんないんだけど、まあ私がそのとにかく送った2個の名前をどっちも変えてれば大丈夫だと思うなんかさ ID みたいなやつをさがそれが名前になってることがあるのね。だからね、そうなるとねちょっとね誰だかわからなくて、わからない時あるんですよ。わかる人はわかるんですけど、なんかメッセージの内容とかでさ。あ、生誕グッズね、ありがとう、買ってくれたのありがとう。そう、生誕グッズ、T シャツとホルダーはまだ出てると思うので、ぜひぜひぜひゲットしてください。生誕グッズ、あの T シャツとこの生写真ホルダーはあのなんだっけ、ファンクラブ、私がやってるファンクラブでも出さないグッズなので、そちらはぜひおすすめです。ファンクラブの生誕グッズもちょっと楽しみにしててください。あのね、まあ自分のさ想像をさ形にするって結構難しいなって思ったんですよ。だからちょっとね難しかったんですけど、でも出来上がったのでちょっとお楽しみにしててください。そう、なるべく、うん、あ、こうしたいなしたいなっていうのがあったんですけど、まあ、できる範囲でやったのでちょっとそれをぜひゲットしていただければなと思います。なんかさ前回の時に、前回グッズ出した時にまとめて買えるやつ、なんかグッズセットみたいなのがある方がいいって言われたんですよ。なんていうの、例えば5個グッズが出ててさ、それ1個ずつあるじゃないですか。それが5個まとまったやつも欲しいみたいな、なんかなんて言ったらいいのかな、そうまとめて販売してるのも欲しいみたいな、そう結局全種類買うからって人がいたので、今回はちょっとそれを今お願いしてみたので、できなかったらごめんねなんですけど、そう一応お願いはしてみました。そうそうそう、セットみたいなね、あ、そうそう、コンプリートセット、そう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 、それそれクリスマスファンミはちょっと危ういところです。できなさそうだなっていうのが現状ですね。楽しみに待っててください。今日ね、今日ちょっとだけあの劇場、今工事中じゃないですか、の様子をちょっとだけ見たんですけど、もうすごかった。もう全然ねなくなってた。そう、出張公園美味しいものたくさん食べれそうでいいなね。でもね、その土地のもの、私はまだ神奈川しか行ってないんですけど、神奈川はあの崎陽軒のシウマイ弁当をいただきましたね。その土地の美味しいもの食べれそうだよね。宮城はもう牛タン、牛タン食べたい。
柱は私が見たのはまだありました。柱はねえ、どのくらい変わるんだろう。だいぶ変わりそうですよね、この長い期間。あ、いい推しの日のアクスタ届くのかな。なんか発送メール来たよっていう人がちらほらいる。嬉しい。そう、私のね手元にはもうあるんですけどね。みんなはまだこれからなのか。そっか。え、でも柱は実際のところどうなるか分かんないですかね。まだあるだけかもしれないし。椅子は変わりそうじゃない。さすがにね、さすがに椅子は変わりそう。あ、そっか、週末の握手会に持っていけるのか。みんな嬉しい。今週末握手会だもんね、最後の幕張ですのでね。ふかふかになってほしい椅子ね。そうだよね。確かに定員数どうなるんだろうね。今は 256?8? とかでしたよね確か。変わりそう店員数。あやみちゃんあやみちゃんだー、かわいい。やっほー。ホールスタンディングはないでしょさすがにね。楽しみ。電車の電波悪い？ね、パネルとか鏡とかもね、どうなるんですかね。楽しみに待ちましょう、みんなで。今日のカラコンは、ちょっと名前が分かんないんですけど、ミスドールっていう種類です。なんてそのカラコンの、カラコン自体の名前が分かんないけど、ミスドールっていうカラーです。あ、かっちゃん、タワーありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。マジェット、あ、マジェットだったかな。分かんない。あやみちゃんって金なんて読むんだろう。あのね、どなしです。どなし。ね、八人公演どうなるんだろう。あ、この前のオンライン話し会楽しかったよ。次は幕張メッセ行くからね。ありがとうね、この前のお話し会もありがとう。嬉しかったです、私もお話できて。幕張待ってます。いや、本当に幕張終わったらね。あ、まあでも全国ファミがね、あと2個、幕張と、それも幕張だ、幕張と北海道残ってるので、まだね、まだまだちょっとね、気持ち的にうん、仕事終わり、帰宅、あやみん、ただいま、お疲れー、お疲れ様。だいぶ暗くなるの早くなりましたよね。もうめっちゃ早くなった。最近6時とかにはもう暗くてさ。そう、15分経過。あ、そっか、一回切っちゃって、え、それってまた1からになってるんだっけ。
7時5分ぐらいまで、1時間6時5分に始めたので1時間しようかなって思ってますね。昨日月めっちゃ綺麗だったよね。なんかさ、マロの散歩しながらさ月見てたんですけど、めっちゃまん丸で、なんか最初が気づかなくて、で、あのめっちゃ上向いて、なんか風景撮ってる人が結構いっぱいいて、そのなんかね、月が見やすいとこに、え、みんな何撮ってるんだろうと思って、この景色、なんか景色撮ってんのかなって思ったら、そういうことかと思って、そうね、満月だった、めっちゃ綺麗。何月が好きですか？あー難しいけど、8月が好きかな。いや、うん、8月、7月8月が好きです。秋生まれなんだけどね、秋生まれなんだけど、11月はまあさ、あっても誕生日くらいだから、そう、7月8月が好きかな。誕生月じゃないクリスマスも特に、まあ、クリスマスだけど、特にさ、もうさ、プレゼントもらう年齢でもないし、そう、夏が好きです。エミの誕生日だから11月が好き。かわいい、お祝いしてね、今年もお祝いしてください。お祝いされる年齢なのかな、年齢か。え、今日誕生日なの、配信嬉しい。ハッピーバースデー、何歳になったの、誕生日おめでとう。暑いの平気です。暑ってなるけどね、暑ってなるけど、暑いから夏嫌いとはならないですおめでとう、23歳になったの。え、私と同い年だ。じゃあ私の1個下ってことか。わあ、おめでとう、23歳ね。早かったな、今年の1年も。23歳もあっという間でした。秋の食べ物で楽しみなのはやっぱ、あ、でも梨かな、梨。さつまいもはさ、なんか年中無休でいつでもある感じだけどさ、梨ってさ、今めっちゃ梨ハマってるんですけど、梨って梨って秋にしかなくないですか？そんなことない秋にしかないよね。そう、梨、そうだ、レミタンに会った時になんか梨のおすすめの場所聞こうって思ってたの忘れてた。月見バーガー食べてない。ガリガリ君の梨味本当に好き。美味しいんだ。私が今おすすめするアイスは、あのずんだのアイスが出てるんですよ、あそこからスーパーカップのずんだのアイスが出てるんですけど、それが本当に本当に美味しいの。なんかいつもあのね、クリームブリュレのアイス、セブンイレブンさんのやつ、わかりますか？あれが食べてみたくていつも行くんですけど、なかなか出会わなくて、そうそれでこの前そのクリームブリュレのアイスを探してた時にずんだを見つけて、私ずんだもともと大好きなんですけどそう、買ったらめっちゃ美味しかったです。本当におすすめそれ。高くない。あ、クリームブリュレの方はちょっと高いかもしれないけど、そう、でもクリームブリュレのやつ食べてみたことなくって、食べたいんですよね。でもずんだはめっちゃ美味しかったです。ハーゲンダッツの芋も気になってたけど取らなかった、この前。
知ってる？ね、美味しいよね。てか仙台ずんだシェイク絶対飲みたいな。仙台駅にあるずんだといちごのシェイクみたいなやつめちゃくちゃ好き。え、ずんだとアイスが、アイスじゃないずんだといちごが一緒になってるの美味しそう。350円もするの？クリームブリュブリュレ、やばー、高い高とか言っちゃいけないけど、すごい美味しそうなお値段。ぶどうはね、アイスだとあでも好きか、好きだねでも最近あんま選ばなくなってきた、ぶどう。でも好きだよ。好きです。ってずんだアイス買いました、ちょうどセブンいたので。やばすぎ、それはすごい。ずんだシェイクにいちご、いちごソース、美味しそう待って、弟の声です、最悪。超えてたって。こんばんは、こんばんは。枝豆をミキサーにかけたらずんだ、そうなるのかな。どっちも食べていいよ。今日はアイムドーナツ、アイムドーナツって知ってますか？アイムドーナツっていうめっちゃ、こちらも美味しい価格のお値段なんですけどめっちゃね、そう、もうすっごい行列なんですよ。で今日それを買って、なんか私って昔からね、こういうさ、ドーナツとかアイスとか自分でお家で食べたいなって思って買うじゃないですか。なんか絶対に家族の分も買いたくなっちゃうんですよ、一緒に。なんか一人で食べるのってできなくて、こういうのそれで絶対に買うんですよ、いつもね。で今日も買ってきました、アイムドーナツ。私はもう食べたんですけど、美味しいでしょ。アイムドーナツ、一人で食べるのってできない、こういうの。プレーンが2個とカスタードクリームが入ってるやつが1個と抹茶の1個買いました。え、ちょっと待って、ドーナツって小麦、え、待って、もう私ダメだ、やっぱ分かんないや。もう小麦ってさ、パンとパンと揚げ物とパスタだけって思っちゃうけど全然違うよね。私はプレーン食べました。そう、差し入れにドーナツは間違いないんですよ、本当に。なんでそんなちょびっとだけ残す。シフォンケーキもね、美味しいんですよ。まあ一旦忘れましょう、本当にね。一旦忘れましょう、そんなみんな細かいってシフォンケーキは、なんか忘れられないシフォンケーキがあって、前にあのラジオの時にシフォンケーキいただいたんですよ。食べてないですよ、これは今昔の話ね、ちょっと前の話。シフォンケーキをあのいただいて、めっちゃそのシフォンケーキが美味しくて忘れられないですって話。そう、忘れられないシフォンケーキがあるんですよ。本当にふわふわで、でもね、なかなか買えないらしいよ、全然。
卵多い方が美味しいんだ。そうなんだ、うまそう。うまかったです。あれ本当になんかケーキなのかなって感じケーキなのかなってそうなるんだけど、めっちゃ美味しかったです。なんか食べたことないふわふわさでした。なんかなんて言うんだろう、あのさ感じ的にはなんかこういうクッションの中にさ、たまにスポンジが入ってるの分かりますか、こうモフってモフってモフモフのスポンジこうもって感じの、それがそんな感じ。どんな感じそんな感じです。そう、それ美味しかった。クリームもね、なんもないの、なんもついてなくて、なんもついてないんだけど、そのシンプルさがめっちゃ美味しかったです。そう、俺はあやみんの握手会が忘れられない。うわー、なんか今日たびたび出ますね握手会の話題、嬉しいです。とってもぜひ次の握手の予定が出たらお待ちしてます。とってもアップルウォッチつけたら似合いそう。え、嬉しい嬉しい。アップルウォッチってさ、めっちゃファッションで可愛いですよね。ファッションとしてアップルウォッチつけてる人可愛いなって思う、おしゃれだなって。そうこれ私のじゃないんですけど、これはお母さんのなんですけど、あ、え、すごい、しかもこれ磁石になってるんだ。買えばって言われたけど、そんな簡単に買えるお値段じゃないですよね、アップルウォッチって。アップルウォッチってファッション、ファッションではないと思うけど、普通にファッションとして可愛いなって思う。こんばんは、こんばんは。え、便利なんだアップルウォッチって。そうなんだ。え、日曜日のキッチン館米粉チュロス、米粉チュロスなら食べれるじゃん、やった。次は握手メインで行こうかな。いや、あのオンラインと握手どっちも嬉しい。そう、どっちも好きです。どっちも、あの、またおすすめの部を言いますね。ちょっと一個一個順番になんか、申し込める部を、あの、減らしていけたらなと思ってます。握手もないもん、うちも。オンライン話が楽しかった、ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとうございました。そう、どっちも良さがあるので、あの、本当よく言うのはどっちも来てほしいですどっちも来てほしいですね。着ぐるみは着ないかな、幕張の日でしょ、着ないかな。サインね、みんなサインやっぱ欲しいよね。サインはあのオンラインだけなので。部屋を見られるのがね、嫌で握手ってこと？なるほどね。日曜日の服はもう決めました。日曜日の服は決めて、土曜日の服もこれかなっていうのは決まってるんですけど、そう、家の中のどこにあるかなっていう。そう、髪型はいつもその時その時で決めてるので、事前には決めてないけど、この巻き下ろしやりたいなと思ってる。一回もう巻くのがだいぶ、そう、できるようになったんですよ。髪の毛伸びてだいぶ巻きやすくなって、短い時はちょっと巻くの苦手だったんですけど、今ちょっと取れちゃったけど、そう、今日も髪巻くの練習したら意外とうまくできたので、そう、もうだいぶね、こんなに長いんですよ今、ほら。なので巻き下ろししようかなって思ってます。
楽しみ、もう土日本当に楽しみにしてるから、もう早く土日になってほしいって思うくらい楽しみ、楽しみにしてます。では時間になっちゃった。あっという間だね。もっとしたい、本当は本当はもっとしたいけど、おしまいにしますね。ですのでランキング読んでからスクショタイムを少ししたいと思います。今日もドボンの時間合わせしようかな、せっかくだからね。13位ぼーちゃん、ありがとうぼー。12位なーにゃ神推しさん、ありがとう神推しさん。11位ティエルトロさん、ティエルトロさん久しぶりに会いたいです、ありがとう。10位よしこちゃん、よしこちゃんいつもありがとう、オンラインもありがとう。9位スピナさん、ありがとういつもありがとうね。8位スロキチさん、スロキチさんありがとう。7位ゆたかさん、ゆたかさんありがとうね。6位高野守護神さん、ありがとうありがとうございます。5位オペラさん、オペラさんもいつもありがとう。4位誠一さん、誠一さんありがとうございます。私の生写真ね、どうにかゲットできるといいな。3位陽一さん、陽一さんありがとうございます。この前のオンラインもありがとうございました。そして2位かっちゃん、タワーありがとう、タワー、タワーありがとうございます。そして1位ちゆちゃん、ちゆちゃんもタワーありがとう、ありがとうございます。では最後スクショタイムをしたいなと思うので、ぜひやってほしいポーズ送ってください。ポーズいっぱいします。楽しかったよ、またねまたね、ありがとうありがとう。みんな神奈川ポーズこれかな、ほっぺハート、こいつん、こいつん、ウィンク、いいよ。せーの、本当に今日ビジュアルが強い、嬉しいです。そう今日はねメイクと髪型を練習する日だったので、そうメイクもいつもと練習、いつもと違うかもしれないです、ちょっと練習して。指ハート、あとはマロン、マロンだって。ではぶりっ子、顎下のハートのやつ、顎下のハートのやつ、これ詐欺、ほっぺつん、よし、あ、アップティーさんは最後にやっときましょう。お世話になりましたアップティーさん、プティー。
ップティーさんに届け。またよろしくお願いします。 AKB を。届くかな、プティさんに。みんなプティさんぜひよろしくお願いします。よし、ではさあ今から TikTok を撮ります。楽しみにしててね、 TikTok 更新するから。練習したんだから覚えたのよ。では今日も見てくれてありがとうございました。9時からまたなんだっけ、ドボンやろうかなって思ってるので、ぜひドボンももしよかったら対戦しましょう。ではまたね。次会えるのは握手会かな。可愛いだけじゃダメですか。バイバーイ、ありがとうね。タワーくださったお二人もありがとうございました。ギフトや星コメントくださった皆さんもありがとうございました。またねー、ラブ、バイバーイ。